行っちゃった。カスタさん、行っちゃった。終わった。いやー、エンジンが行っちゃった。
Thank you.
れ？
自分のご自分の走りはいかがですか。いや、比較的順調に、危なげなく走ってますね。ちょっと路面も、結構コツが出てたりとか、砂利がどんな風に出てるか分かんなかったんで、グリップレベルも確かめる意味でちょっとこう少し抑えたというか、自分なりに少しメリハリをつけたんですけど、マシンの具合は少しは、いや今日は特に絶好調で、動きは何が違うのかよくわからないんですけども、リアのマネなんでしょうかね、すごくリアが動いてくれて、すごく快調に走ってます。コースの印象はいかがですか。来年のラリージャパンと同じようなコースもあります。いや、あそこ使うんですかっていう本当にバリエーションあふれてるんですけれど、どうなんだろう、向方の後半ものすごい遅いんですよね。あそこどうなんだ、ダブルあるか、去年おととし高本が走ってるので走れると思うんですけど、かなり狭いなっていう印象ですね。はい、あとは本当、広いとこあり、高速あり、タイトありで非常に面白いです。今回の、5号も含めてなんですけど、今回のセントラルラリーの目標はもちろん一番高いところに立ちたいですよね。高本も一昨年優勝してるので、それに続いて親子で優勝したいなと思いますけど、順調にいかないとそれは叶わないので、確実に自分の走りをして力を出し切ることが一番大事だと思います。久々にお孫さんにはお会いしました。高本より先に会いましたよ。高本選手とは何か話をしますか。いやどうでしょうね、いろいろ彼も、コードライバーが勝ったり今年結構大変だったんで、ただ彼自身うまくやってるとは言ったので、それ以上は何も聞かなかったんですけど、それよりも親父どうなんだよって言われるぐらい。ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。すみません、お忙しいところ。ありがとうございます。